皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋でカスタマイズさせていただいた車両をご紹介させていただきます。紹介してくれるのはいつもの井村店長です。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして今回ご紹介する車がこちら、フェラーリ458、しかもスパイダー。スパイダー、はい、はい、458あれなんですね、今まで紹介したことがなんとなかったっていう。あ、そっか。そうなんですよ、意外に入庫してて、ねえ、触らせていただく機会も多くて。確かにね。しかも今市場の人気もすごいじゃないですか。すごい、どうしちゃったんですか。すごい、もう488超えちゃってるもんねF8 が出たのにもかかわらず、そうだね、全然衰えないどころか、むしろ上がってるっていう、加速してるよね。でそんな中でも今回の車かなりちょっと見どころが多い車みたいなんで、はい、ちょっと端から順番に飯村店長に解説してもらおうと思います、はい、でまずちょっと車行く前に、はい、いつものなんか飯村さん的なちょっとコンセプトというか、はいはいはい、いつものやつね、はい、ありますなんかお題的になってるね、はい、一応今回は、はい、オーナーさんが、まあ、50代かなっていう形で、まあ、落ち着いていらっしゃいますので、その方が降りてきても違和感ないように、そう、違和感ないように、ホイールとか、部品のセレクトをしております。でも、はい、イケイケなこう、そう、元気いっぱい458っていう感じじゃなくて、はい、ちょっとね、落ち着きのある感じで。特に458ってなんかこう世代が記憶ありません？広いね。だから本当に、ね、30代前半の方から、まあ、50代の方からっていう形です。ちょっとフェラーリでもこう車種によってこう年代がちょっと違うのかなっていう。そうかもね。僕でもちょっと感じるぐらい、うんうんうん、そんな中でちょっと仕上げた一台、はい、で外装からいくと、はい、外装はもうその言葉通り、はい、シンプルというか。シンプルです。ただ、はい、普通と違うのは、はい、もうカーボンパーツ満載。いや、もう半端じゃない半端じゃないね。もうつけれるとこ全部つけましたみたいなね。なるほど。状況になってます。もう前横ミラーサイドを取って、うん、で基本的に全部純正オプションのカーボンパーツをつけているので、車外品は一切つけてません。なるほど、はい、外装に至ってはもう純正でこう形全て純正です。はい、でもう全部ミラーとか全部だよね、サイドとか、うん、だからこの辺でも結構その市場の人気とか、もう車体の価格というか価値的なものもだいぶ変わってくるんですよ、うんうんうん、安くないですもんね。そうだから、オプションが結局フェラーリなんかはどんだけついてるかによって中古の価格が変わってきたりとかするから、そこはやっぱり非常に大きく差が出るところだと思います。じゃあ同じ458乗ってる方でも、うん、これだけカーボンパーツがついてたら、うわーってなるわけなるよね。でそれがまたフロント、はい、さっきちょっと触れましたけど、はい、フロントサイドリアで全部、はい、至るところついてるという、はい、全部ついてます。でそこからのスパイダーなわけですよ、はい、でもちろん内装もオプションがたくさんついている形。これちょっとホイール見てから一回振る。そうね、そうね、はい、とりあえずね。そして、はい、ホイールもうメイン、はい、もうここに全力一点豪華主義じゃないですけど、そうですね、全力を注いだと言っても過言でない、はい、このホイールがノビテック NF9 フォージドの21インチ22インチの、ホイールになります。これ僕ちょっと最初に言うのやらしいんですけど、うん、価格聞いてびっくりしちゃった。びっくりしちゃったでしょ。びっくり価格、びっくりだよね、はい、そうで、まあ、やっぱりその例えばね、今まで僕らも紹介した ADV1 アナーキー HRE1221 とかでももちろんいいし、なんならそれより高いから、ノビテックが。だからその50代で落ち着いている方なんで、その辺のアメリカのホイールではなくて、あえて、まあ、なかなかチョイスできないノビテックのホイールを選びました。ヨーロッパチューナー、同じアメタン、はい、元をたどるとこう同じアメタンなんですけど、ね、けどね、うん、ちゃんとヨーロッパチューナーをここにはめ込んでる。もともとは458に設定があるノビテックのホイールって、その世代がちょっと違うから、このノビテックがボッセと組んでこういうホイールを出し始めたのって、一番最初はポルトフィーノだと思う。ポルトフィーノが出てこういうホイール NF9、NF10 とか NF8 とかが出始めたから、458の設定っていうのはなくて、このホイールに。なんでその辺のサイズを全部本国から聞いて、一番458にパチッとはまりそうなやつを選びました。じゃ本当は履けないんですよ。そう、本当は設定がない。履いてもちょっとこんなバッチリにならない。ならない、うん、なるほど。で意外にもこう、はい、言わないとわからないぐらいバッチリ、バッチリ収まってると、はい、でまた今回のこの色がすごい。そう、今回だから、色がミッドナイトスモークっていう形で、一番濃いめ
のスモークフィニッシュ。これちょっと映像で伝わるかどうかわかんないですけど、ちょっと何とも形容しがたいというか表現しがたい。めちゃくちゃ綺麗だよね。めちゃめちゃ薄いなんかブラッククロームみたいな。うん、裏のこの金属のピカピカ感がちゃんと透けてるんですよ。そうそう、だからその、まあ、こういうフィニッシュっていろいろメーカーによって名前が言い方が違ったりと、ポリッシュドダーククリアとかさ、ポリッシュドスモークとか言ったりするけど、まあ、今回のそのミッドナイトスモークっていうのは正直初めて頼んだフィニッシュなんですけど、非常にいい、綺麗、高級感すごい、すごいね。で僕あのどっちかっていうとメカとかそういう素材好き視点なんでそうだ、ねそうだね、普通金属こんだけ磨いて塗装したら、うん、こう足付けしないんでこう剥がれちゃう。はい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 、はい、これパウダーだからできる。そうでまたパウダーってこう調色がなんかめちゃくちゃ難しいんだよね。そう、一発勝負的な部分があるから、結局その日の気温によって変わったりとか、その日の状態によって変わるので、まあ、あのそれをクオリティをコントロールするというのは非常に難しいフィニッシュだと思う。じゃあ粉体であの粉だから結局焼いて出してみるまで、そう、分かんない、うん、そうなんですよね、うん、だから補修とかめちゃめちゃ大変なんです。大変で、この仕上がりですよ、うん、でこのデザイン、いや、すごいっすよね。すごいよね、すごい綺麗。なんかちょっとまたクロームと違った高級感の、こうクロームポリッシュと違った高級感の方向が見えました。ここに塗りの黒のグロスブラックのホイールを持ってきちゃうと、ちょっともったいないって思うよね、こういうのを見ちゃうと。確かに。だからやっぱりそのお客さんから要望されるって、やっぱり大体黒がいいとか、まあ黒がいいってすごいわーって大雑把に言われても黒がいいって言われてもな、どの黒みたいな。なるほど。でその時に、まあ、僕らが、ね、なかなかこうペイントとかパウダーの黒っていうのをしないっていうのは、やっぱこういうところに理由があって、パッと見黒っぽく見えるけど、そのね、塗りの黒とは全く違うフィニッシュなんで、ここはすごい、重要だなと思います。そしてこれ真似できないですね。これ僕はこれちょっとこれ似てるフィニッシュ見たことないですよ。ないよね。だからその HRE の、ポリッシュドダーククリアというのが一番近いと思うんだけど、それよりも一発濃いから。あ、なるほど。そう、ショールームにちょうどたまたま HRE の そのポリッシュドダークリアがあって、その隣に並べてたんだけど、やっぱり見比べるとちょっと全然違うんですよ、ノビテックってすごいですよね。ノビテックはすごいね。確かにめちゃめちゃ幅広いですよね。幅広い。もう車取り扱ってる車車種も多いし、うん、でカスタムの内容も、うん、コンプリとかってえらいこっちゃになるんですよ、うん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 、それこそマンソリーみたいなもうごってごてのから、うん、以前作らせていただいた812みたいなソフトフィットでこう固めた、はいはいはい、さらっとしたものね。さらっとしたのとか、うん、でなおかつヨーロッパチューナーなのに、うん、アメタン防水を使ったりとか、うんうん、そうだよね。だから最初僕らがノビテックとか言ってる時、ノビテックロッソがフェラーリ、ノビテックトラードランボルギーニみたいな感じだったけど、今もうノビテックグループみたいな感じになって、そのロールスやったりマセラティやったりやってテスラやったりしてるもんね。だからすごくこう会社としてどん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 成長してってるというか、幅が広くなってってるっていうのは、僕らみたいなショップの人間が選ぶっていうのも、あの安心材料になるからと。でなおかつそんなにいろいろやってるのはブレてないんですよ、うん、そうだね。普通のメーカーで、確かにこれもやったらあれもやってるのとか、いやホイール違うところのやつ買ってるのってなっちゃうじゃないですか。それがないんですよ。ないない濃いね。そんな感じ元になってて、はい、で車高もちょっと下がってるんですかね。はい、エッチャンダールの、ダンサスで。なるほど。車高下げてます。リフターとかは特につけてる。リフターつい純正リフターがついてます。純正リフターがついてるんですね、はい、じゃあ使い勝手もそうね、うん、はい、でそんなに車高も、まあ、年齢が年齢なので落ち着いてる方なんで、そんなにベタベタにはせず、タイヤもしっかり立てて、うん、マッチングさせてる形。タイヤもちゃんと演出されてるわけですね。そうですね。確かにこれちょっと引っ張りタイヤだったりとか、車高低すぎて、うん、あの段差でもたもたしてたからそうですね。年齢的に、そう、ね、そう、僕とか僕より若い世代だったら別にこうイケイケでいいと思うんですけど、ちょっとスマートじゃなくなっちゃう。涼しい顔してちょっと段差を立ったり痛いですよ、ね、そう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 。そして後ろも、はい、後ろ、はい、後ろあれですかね、定番の1インチアップの、はい、22インチです。もうすっごく普通に入ってますよね。これ本当にフォルトフィーの用なんですかっていうぐらい。フォルトフィーの用がね、バッチリマッチング的に問題なく。なでも飯村さん的にちょっと微調整して、ちょっと詳細控えますけど、うん、微調整してるから、します。これ真似して履こうと思っても、はい、このままにはなりません。
そしてボッセでこれをやろうと思ってもできないと。ちゃんとノビテック経由で注文しないと。そう、はい、そう、このデザインに関してはノビテックじゃないと、オーダーを受けないっていう形。じゃあちょっと真似したい方はぜひボンド名古屋という形で、はいはい、でまたこのコンケーブが毎回言ってますけど、うん、いいですよね。いいよね。だそのガーンっていうのじゃなく、こういったところもちょっと控えめな感じでスマートに収まってます。少しちょっとマイルドな感じで。そうね。ただスポークなんかはこうちゃんと、だからそのデザイン的には前に紹介させてもらった812なんかめちゃめちゃ珍しいのですよね。初めて頼んだ色だったよね。のあれ伸びてくだったじゃん。とあれブラッシュだったけど同じデザインで。あ、そっか。そうだよ。そう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 。色の違いでこんなに違う。そう、色の違いだけだもん。そう、あれはブラッシュドクリアだったけど今回は同じデザインでミッドナイトスモーク。もう全然車のイメージが違うよね。違って見えます。そう、だスポーク形状とかも、812の時に紹介させてもらったようにこうシュッとしてて、で穴が、ね、開いてて。そうなんですよ、そうなんですよ。ここお分かりいただけますでしょ。ボルトの、ね、ここが抜けてるっていう。そう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 、抜けてる。でちゃんと伸びていくっていうロゴも入ってるんで。バルブのとこですね、うん、一番攻めてますね、なんかある意味チューナーで。そうだね、ラーイチューナーで。そうだね、はい、そしてあとはカスタマイズのポイントとしては、はい、マフラーも、マフラーも、はい、ノビテックのマフラーが入ってます。この辺はちょっとプラスアルファっていうことで。そうだね、はい、やっぱりそのフェラーリらしい、乗って楽しいっていうところを求めた場合にはマフラー交換かなという形です。まあ、純正から変えちゃうとそれ純正サウンドじゃないよっていう人いるんですけど、うん、やっぱりこう純正サウンドでもいろんなこう縛りがあるじゃないですか。そうだね、効率的なものとか、うん、やっぱりそこをちょっとこう、うん、イマークついてるんですよね。イマークついてます、はい、ノビテック の、そう、今回つけたステンレスのバルブ付きはイマークついてます、ね、はい、なんでそれをちゃんとこう枠の中でもっとらしくする、はいはい、そんなカスタマイズを公開したいと思います、はい、でこのめちゃめちゃ豪華で、はいはい、高級感のある外装からの内装が、はい、からの内装がこれすごいっすね。これね、こんな内装の 458? 、うん、っていうかもうフェラーリ全般でこんな内装のあんまり見たことないですよ、うん、見たことないよね。本当に動かしたくないでもなんかやっぱりあの以前内装すごいって言ってた、うん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 、これに黄色が追加されたりとか、はい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 、ね、だからなんかちょっとそういう感じなのかなっていう。そうだからそのこうアルカンターラがさ。そうなんですよ、ここからアルカンターラだからちょっと床がアルカンターラって何みたいな。乗れないです。乗れないよね。でこの色でしょ。で内装のオプションももうドアパネルもカーボンの純正オプションのものがついてるんで、もうなんかちょっと方向的に言ったらロールスとかあっちの内装じゃないですかこういうベージュのナッパレザーとかなかなか珍しいよね。ないっすよね、うん、だ458って例えば外装ビアンコイタリア、内装何ロッソみたいなのがやっぱり、ね、はい、定番だけど、ね、やっぱりこういうあの内装色っていうのは非常におしゃれだ。めちゃめちゃおしゃれだし、ね、乗れないです。乗れない。ちょっとまず身だしなみはちょっと少なくともこの格好では乗れないです、はい、この格好でもし乗ってたらあの人多分車屋さんで車改装中だなって絶対言ってますよね。でこれに似合うちゃんと身だしなみをしてからじゃないと、はい、ちょっと乗れないっていう。そうね。で内装もこれオプションですよね。このカーボンとか。そうです、カーボン系が全部ついてます。あの僕の見たことがあるもの全部ついてます、うん、はい、全部ついてます。ハンドルもエアコンの吹き出しもメーターも。そう、どうなってんすかこれ、ね、だから純正価格新車オーダー時で1500万ぐらい。え、マジっすか。がついてる車です。もう一台ちょっと高級車買えるじゃないですか。買えちゃうぐらいマジっすか。なかなかないよねこれ。おしゃれここまでねやってある458もね。もうそしてあのもうこれ 毎回言ってますけど、うん、もうここまでいくともう1台じゃ成立しないじゃないですか絶対、うんうんうん、もう一瞬にしてもうあと何台か持ってたろうなっていう、うん、想像までできるという、まあね、もちろんもちろん、うん、はい、そうですね、うん、これすごいですね本当に。いやスパイダーだし余計いいよねこういう台ですね。そうですね、うんうん、だこれが、ね、イタリアだったらこう、まあ、もちろんそれでも低いんだけどスパイダーだから余計なんか映えるよね。
確かに平川さんもそれ言ってましたよ、うんうんうん、ちょっとかぶり折れとかその屋根開く車だったらやっぱり内装ちょっと入る車、うんうん、そうだね、乗りたいよね。そうだね、だ屋根開く車で内装黒だとちょっと寂しいじゃない、うん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 、もちろん実用性考えたら絶対黒の方が確かに確かに楽だし使い勝手もいいんだけど、おしゃれは我慢じゃないですか。なんかねこういうのいいよね、はい、いいですね、うん、それじゃあせっかくなんで458ノビテックサウンドを聞いてみたいと思います。はい、はい、なかなか聞けないですからねなかなか聞けないね、確かに。よいしょ、お願いします。はい、サウンドなんですよね。そうです、バルブを閉じればもうちょっと静か。なるほど、じゃあちゃんと TPO に合わせて。そうですね、はい、爆音で夜帰ってくるなんてことをしない、しないように。もちろんその辺も考えて、はい、近所迷惑にならない、はい、確か若者だったらうるさいなそこんじょ子供ってなるけどやっぱりこう年齢のいった方はちゃんと使い分けて、ね、はい、高速道路とか気持ちよく走る時だけ、だけ。そうです、で今聞いてもらったのは、うん、一応純正なんでレブリミッターが、そう、3000回転以上が、パーキングだと回らないようになってるんで3000回転までの音ですね。なんでそんな感じですけども、はい、ちょっと参考になればっていう感じです、はい、でやっぱり458いいっすね。やっぱりそ、まあ、サイズ感、まあ、しかり、あとは、まあ、やっぱ NA、 いやもう久しぶりに聞いたんですけど、ね、なんかこうブリッピングの音、しびれましたもん、うん、やっぱり鳥肌立ちますよね、ここいいよね、ここっていう、うん、フェラーリ、まあ、いい意味でもフェラーリらしさがあるかなっていう、うんうん、まあ、488とか FA とかダメじゃなくて、そう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 、なんかちょっと方向がやっぱり違うなっていう、そうそうそう、ちょっと458まだまだちょっと若干保存に向かってそうな気配も感じますけど、距離が少なくてオプションがついてる車はもうなんかすぐ、そうなんですよね、店頭並べたらすぐ売れるみたいな、探してる人はもうずっと探してるからね。ちょっと僕的には保存もいいんですけど、うん、ぜひちょっと乗って、乗ってほしいね、はい、ストリートで、うん、この間の話じゃないですけど、うん、野生の458、うん、めちゃめちゃかっこいいのに遭遇したいです。野生の458、はい、458乗られている方はぜひカスタマイズしたいなんていう方は、はい、ボンド名古屋店にご相談ください、はい、というわけで、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。